少林寺は、堺市堺区にある臨済宗、大徳寺派大場,場陰末に属する寺院。三号は一万年山。1330年に、長源元の総悟が解散した。次号は、海人大田も落ち、小林修理助の姓を取り、小林寺としたが、後に母大ダルまの少林寺に習って、小の寺に改めた。本尊は、釈迦二仏、陳寺寺路蔵水稲荷明神。 1906年には、全通寺を合併した。その鎮守である、今池部在転を祀る。かつての寺の教域は、現在の寺地町、昌林寺町を合わせ領町の海浜にまで達して、いたが、寺地の多くを、織田信長に没収され、次第に衰退していった。しかしその後も、豊臣秀吉が、石田三成と小西行長に命じて、境内畜木の伐採を禁止するなど、 小さな寺ながら、名刹の扱いを受けていた。1381年に、達中工雲庵アンの十字字路ゾースが、珍珠稲荷明人に、参加後して、霊子を得る。そして、狂言大倉流の思祖、霊子の所作を狂言に作り、釣り狐として上演した。それ以後、狂言や歌舞伎関係者は、釣り狐を上演する際は、少林寺に、参毛弟子。 義ゲの上達上演の成功祈願。寺内の客目だけを一本偽投してもらった上で、持ち帰り、上演の時の杖に使用する慣習になっている。1733年京都の吉田家より、通信霊社の信号を授与された。堺井氏、ありがとうございます。